チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日は転調節記念番組として評論家の八田川治先生にかなり久しぶりですけれどもお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、まあ、今日おめでたい転調節新帝即位初の、天皇誕生日ということなんですけれども、まあ一般参賀が武漢肺炎のせいで、中止になりという、まあ、いろいろと騒がしい世情の中ですね、私反省いたしまして、女系論の人たちは甘やかしすぎたかなと。これもう、あの人たちって、まあ、散々助け舟出したのに、まあ見事なまでに1ミリも譲歩せず叩き返してきたんで、もういいやと、あの人たちということでですね、まあ、私の反省の意味を込めてですね、八田川先生にお越しいただいたわけなんですよ。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、反省というのはですね、まあ、あの人たち洗礼に詳しいんですよね、まあ、その変なこと言ってる人が男系の側にいて、まあ、勉強しないで皇室のこと知らないで言うから、まあ、ますます、まあ、あっち側に追いやってくれるみたいな人もいる一方で、まあ、こじらせて女系に行っちゃった人がいて、でこっちも悠仁殿下お生まれになったんだから戻ってくればいいじゃないですかと言っても固くなに戻ってこない、でこじらせたまんまこじらせた自分を正当化する言論をしてるというので助け舟出してたんですけど、まあ大失敗したなと。で、あの人たちって洗礼なんかどうでもいいって言ってるんですよ、私そんなに洗礼どうでもいいんだったらもう天皇世襲制やめりゃいいと思うんですよ。公募制にすればいいじゃないかと思うんですけれど、今おっしゃられてる人っていうのはいわゆる保守と言われる中にいる女系の人ですよね。その人たちが共産党さんを天皇制参政に持っていったわけですもんね、でそしたら参政した瞬間に女系論を言い出して、いや、その保守と言われる中の人の女系論というのは必ずしも洗礼を軽視していいっていうわけではなく、洗礼があるかのように見せかけようとする、でそれでこじらせる、それでその洗礼を全て守れるわけじゃないみたいにこじらすかったらして、ここありますけど、まあその洗礼があるかのように見せかけるって大事ですよね。もうその要するに保守側にいる以上はとりあえず伝統は重んじてる風には見せないといけないんで、じゃあ過去に女系継承があったかのような見せ方をしてくる、例えば元明天皇という女性天皇から元正天皇への継承は母から娘だからこれは女系継承の洗礼じゃないかというようなことを言ってくるわけですよね。いや、それはね、じゃあその母の元明天皇は誰から皇位継承したんですかって言えば息子から継承してるわけですね、じゃあ母から娘が女系継承なら息子から母は何ですかね、母じゃ逆断系継承ですか、何だ逆断系継承ですかね要するに皇位継承の順番と男系の血筋って全く別の話なのに、天皇になった順番をこうピックアップしてこことここ女と女だから女系じゃないかというのは、まあそういうインチキ臭いことをやって何か洗礼があるかのように見せかけようとしていると、まあ、まさにそれでこじらしているわけですよね。まあ、元明天皇もお父さんのお父さんってたどっていくと、元明天皇、元正天皇もお父さんをたどっていくと天武天皇ですもんね、もうあとすごいね、天智天皇は女系だとかお母さんが斉明天皇で女明天皇から継いだと思ってる人はいないとかすごいこと言ってますよ、それはね、もう簡単な話で皇統譜見ればもう一目瞭然で、天智天皇からすればお父さん、天智天皇からすればお父さん女明天皇ですね、お母さん斉明天皇、でお母さんの次に天皇になったから女系継承だみたいなこと言ってるんですけども、これ面白いのは皇統譜見るとね、天照大神から見た男系の世代数が書いてるんですよ、正系という形で、で、女明天皇と奥さんの斉明天皇って実は弟の娘なんで世代が一つ違うんですよね、ということは母の斉明天皇と息子の天智天皇って男系では世代数一緒なんですよ、でそこは皇統譜には一緒ですって書いてるんですよ、だから母から息子っていうのは単に天皇になった順番であって血筋はずっと世代で見れば一世代ずつ男系でつながってるっていうのは、これもう議論するまでもないことだけど、
なんかそういう洗礼があったかのように見せかけてくるんですよね、うんうん、はい、そう、洗礼で言うと、まあ、同居事件って、うん、あの実はあれ女帝を禁止した洗礼なんですよね、まあ、その後2回やったんで、うんうん、まあ、800年間、まあ、耐えてたわけでも、女帝を禁止したのであって女系禁止なんかすれまでもなく確立した不文法じゃないですか、うん、それをなんか同居事件の話を無視して同居事件と同じことやるみたいな、うん、もっと簡単なことやろうとしてるのが女系論者かなと思うんですけどね。いや、女系はね、同居事件よりひどい、ある意味ひどいって言って、我が国の有史以来女系天皇容認論が真剣に議論されたのは平成に入ってからですよね。はい、初めてですね。あの、まあまあ、明治の帝国憲法を制定するときに一部女系も含まれた案が出てきたことはありましたけども、うん、そんなのは単なる無知からだもんですぐに却下されて、はい、審議ではもう男系を前提に論じているわけですよね、はい、でそれをが有史以来初めて平成になって論じたわけで、うんうん、これはもう本当にとんでもない話だと思いますね。はい、で、まあ、内閣法制局という悪い役所があって安倍内閣で審議乱発で、まあ、審議って新しい儀式ですよ、審議を乱発して、もう結局洗礼なんか守る必要がないみたいな態度で、うん、一番保守だと思われてた安倍内閣でこれでもかと皇室の洗礼がもう金繰り捨てられていると、うん、それはね、あの洗礼を重視する必要がないというのが憲法解釈なんですね、はい、要するに、天皇が存在するけども、昭和20年までの天皇と戦後の天皇は全く別だと、うん、はい、8月革命ですね、うん、戦前までの天皇は洗礼を重視しなければいけないけども、戦後の天皇は国民主権によって成立した天皇だから、それは戦後だけ考えればいいんであって、うん、洗礼は考える必要がないというのが憲法学の通説になってて、うん、はい、それを学んだ人が内閣法制局に入ってくるから、当然その判断をするのは当たり前の話ですよね、うん、はい、うん、まあ本当に、まあ、五条院の話の時も国民の圧倒的多数が賛成しているので、後から法制局がどんどん骨抜きになっていって、国民の支持があるから天皇が上位できると当たり前で、国民がやめろということを天皇陛下がやるわけないじゃないですか。ところがそれを彼らにかかると、あの国民主権の多数決で認めたんだから天皇に上位させてやるって論理にすり替えちゃうんですよね、あの人たち。とんでもないことですよ。要するに、あの帝国憲法っていうのは伝統が作り出した憲法なんですよね、うん、歴史と伝統が作り出した憲法、はい、ところが今の憲法っていうのは憲法が作り出したのが天皇なんですよ、はい、根本がひっくり返ってる、はい、天皇があって憲法があるっていうのを、憲法があって天皇があるっていう根本をひっくり返している、これがまさしく8月革命説で、はい、それが政府の中にも蔓延していると。ただ少なくとも日本国政府の公式見解は、天皇があって憲法があるという、帝国憲法の改正憲法であるというのが政府の公式見解ですから、それを改めて安倍内閣で、閣議決定かなんかしてやれば一網打尽にできる話なんですけどね。まあ、安倍内閣じゃ無理じゃないですか、もう。まあ、もう申し訳ないですけど、結局安倍内閣で皇室に関して唯一できたことが、あの女帝、女系、女性宮家を排除したと、うん、まあ、その代わり旧宮家の復活もできなかったわけですけれども、うん、まあそこが限界じゃないかなと、うん、まあ、安倍さんの次のことを考えなきゃいけないかなと実は思ってまして、私は。ああ、そこまで、はい、まあ、8年やったってできなかったことはもう今から無理だというリアリズムで考えるべきだと、うん、だからその今まで安倍さんを応援してって足引っ張らなきゃなんとかなるしてくれると思ってたのが裏切られたと、うん、この現実があるから我々自身が勉強して正しいことを考えないととんでもないことを持っていかれると、内閣法制局という悪い人たちの動きを監視してなければいけないと。ちょっと話別になるんで本題からずれるんですけど、まあ、安倍内閣のほとんどで横畑雄介という人がずっと長官で、あからさまに、まあ、ちょっと皇室のことを勉強したら分かるようなことをやってくれましたけど、うん、今度の近藤長官ってもう横畑と比較にならない切れ者ですからね、うん、何されるか分かんないと、うん、まあ、この恐怖感は持っといてくださいと、うん、もうこれからもう嵐のように受難の時代が来ますよという覚悟をぜひ持っといていただ、すいません話をそらしてましたけど、で本当2条に関しても憲法で言うと勝手な解釈改憲してくれますよね。
そうなんです。もともと憲法第2条にある行為が世襲のものであるっていうのは、世襲っていうのは歴史と伝統を反映した世襲であって、それが小泉内閣の時に園部逸夫というとんでもない、はい、方が、まあ、学者というか、ま、元最高裁判事ですね、はい、が、まあ、広辞苑を 見ると世襲という文字を引けば別に男系に限るものではないと。いやそれで言えば血のつながってない養子だって世襲に入るわけですから、はい、国交時点で解釈していいわけないのに、うん、そういうことを言い出して、それが今の内閣法制局にも実は引いてま、今やと言いますか、はい、まあ、最後の最新の内閣法制局の見解が確か野田内閣の時の、はい、下村博文議員が憲法解釈について質問したら、実は野田総理は答えずに内閣法制局長官に答えさせますと言って出てきた長官が、この憲法だけを見ますと男系だけに限っているわけではありませんというのは、この憲法だけを見ますとっていうのは、その世襲の意味を国王辞典で解釈しているわけですね。であれば血のつながってない一般人を養子にしたってできるっていう話で、もうむちゃくちゃな話ですよね。そうなんですよね、うん、その日本国憲法の文字とそれを岩波の広辞苑で引いて解釈していいんだったら学問いらないですね、うん、いらないです。もう学問の大学1年生でやっちゃいけないことって習いますよね、うん、全くその通り でしかも当時の帝国憲法のそのから今の憲法に改正する時の議会で、この世襲っていうのはどういうことだっていうのは散々議論してまして、確かに帝国憲法では女性天皇までは排除してましたけども、必ずしも女性天皇までは時代によっては排除するものではないという含みを残したわけであって、男系であるというこれまでの原理原則が変わっていないということを当時金森徳次大臣は散々答弁してますので、それを戦後政府も当然のことながらそれを踏襲してきたわけですけども、最近になってもう8月革命説を学んだ人たちが内閣にどんどん入ってきて、もう勝手に国交辞典解釈をしてしまうわけですよね、うん、全くとんでもない話だと思います。だからその金森徳次郎さんの時の解釈をなぜ変えたのかという質疑を下村先生、はい、追及してほしかったですけどね。そうなんです。だから次質問する人は少なくとも帝国憲法を改正する審議の時に、うん、内閣法制局が想定問答を作成してまして、そこには女系は含みませんとはっきり内閣法制局の大先輩方が決めたのがあって、それを戦後ずっと踏襲してきてるわけですから、その後輩諸君がそれを変えるんだったら国語辞典だけが理由っていうのはとんでもない話で、しっかりと示していただきたいですね、うん、でももうこれまあ政党問わずに、まあ、誰でもいいんでもう保守の議員さんには頑張ってほしいんですけれども、うん、まあでも山尾さんってもう皇室問題ではまあすごい、まあ、あの党の中では一番元気でやられてるんで困るんですよね。で実際質疑もうまいんですよね、うん、その場で追撃できますからね、うんうん、ちょっと保守陣営が賢くならないと向こうにやられたい放題やられるという危機感がこの番組なんですけれども、でそのさも女系の洗礼があるかのように言う人がなんかいきなり養老令と軽視令とか持ってきて、で普通の人漢字で書けないじゃないですか、何なんですかあの議論。いや軽視令の中に役中で女帝もまた同じ、女帝の子もまた同じっていう規定があって、女帝の子だからこれ女系、養老令の中では女系を認めてましたよねみたいな話をしてくるんですけど、そもそもあの養老令の軽視令っていうのは皇族以外の人が皇族の女性と結婚することはできませんと書いてるわけですよね、はい、そもそも女系を全容認していない軽視令なんですけども、うん、100歩200歩1000歩譲って仮にそれが女系を継承する規定であったとしても、男系の血筋を継がない皇族が歴史上現代まで一人も誕生してないということは、その軽視令は無視されたということですね、うん、無視した規定を伝統よりも上に持ってくるんですかって話で、うん、使われてないですね、うんうん、まあまあ結局はそういう
こじらせてなんかそういうことを並べるしかないっていうところですよね。まあそのこじらせ女系論の人にはもういい加減考え直してほしかったんですが、うん、そうもいかなかったんですね、うん、じゃあちょっと引き続きまたこの問題掘り下げさせていただいてよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。